西洋教育史は古代ギリシアから現代までの史として欧米の教育のあり方とその制度、教育内容や教育の思想の歴史を扱う教育学の部門の一つである。教養とコアジアにおけるギリシアの植民地から始まった自然科学の勃興と哲学の探求は近代ヨーロッパの学問と科学的な精神の起源をなしている。ギリシアのポリスと呼ばれた都市国家は もともと土地に依存した戦士の共同体で、そこで行われる教育は、戦士としてのもので、理想的戦士を養成する伝統的なスタイルが、スパルタ教育だった。リュクルゴスが始めたというもので、強健な体、スポーツ、槍投げ、レスリング、円盤投げなどが重視され、読み書きは最小限に止められた。服従、勇気、自己犠牲が尊ばれた。 山国のスパルタとは逆に、海にほど近いアテネは、商業経済が早くから活発だったため、多文化との交流も活発で民主化が進み、教育でも個性の多様な身長が尊重された。その授業法は、後の時代の講義式ではなく、先生を取り巻き自由問答し、歩き移動するものであった。ただスパルタは教育は、国が費用の上でも面倒を見たが、アテネでは、 親の経費で賄われた。7歳からは教育係の奴隷が音楽や文法、弁論術などの教師のところに送り迎えし、その他に体操場にも通って体の鍛錬を行った。五種競技、グレコローマンスタイルのレスリングなどはこの時代に好まれたスポーツである。直接民主性を取り入れたアテネでは、有弁術と弁償法、修辞学は 市民権を持った男子の必須の社会的スキルとなり、また、それを教える教師たち。ソフィストは、アテネの黄金時代に最も好まれた職業でもあった。ソフィストと教育的な姿勢のあり方で対立した、ソクラテスは、その営業を妨げるものとして、裁判にかけられ、最後は自ら独書を煽った。ソクラテスの弟子にプラトン、そのまた弟子にアリストテレスがいる。それぞれ、 アカデメエア、リュケヨンという私塾、後に歴史に名を残す学校を創立した。プラトンは永遠のイデアを求めるエロースを強調し、永遠なるものの影に過ぎない現実よりも、イデアを干渉することを説いた。しかし、その個人の資質は、持って生まれたもので、個々その資質に合った生活が望ましいとし、現実的な自己実現のための自由な教養と、年齢段階に合った読み書き、 が、体育、音楽、文法、修辞学、数学などの学びを進める弟子のアリストテレスとは、交代賞を成した。これは、バチカンのサンピエトロ大聖堂にあるルネサンスの画家、ラファエロのアテナイの学童に、象徴的に描かれている。プラトンは、レオナルド・ダ・ヴィンチ、アリストテレスはミケランジェロをモデルとして描かれている。その後、地中海の文化圏を制したローマは、 元が農耕民族で社会生活だけでなく子供の教育でも家父長である父親の権威が強く支配的であった母親は父親の協力者として子供を保護し養育する役割を担った男らしさ人間らしさが彼らが子供に要求した特目であった三から四世紀ギリシア文化の影響で学校教育が発達し訂正の時代になって ラテン語学校、修士学校などの学校のシステムが根付いた。自由な,な学科が形をとってきたのもこの頃である。図書館も発展し、いくつかの公立図書館も設立され、学術研究と教育の機関として、重要な役割を担うことになる。アレクサンドリアの図書館とそれに隣接した植物園は、古代世界最大の学術センターの体を成していた。まず中世に入って、 最初の大きな出来事はカロリングルネサンスである。フランク王国のカール大帝がようやくヨーロッパのほとんどを支配下に置き、800年ローマ教皇から冠を授けられて神聖ローマ皇帝となる。彼は産業振興、教会の刷新とともに学芸の奨励を図る。ローマ文化の復興、ラテン語の公用語化によって帝国の文化的統一を図り、 イングランドからがクソアルキンを招いたが、効果はあまり上がらなかった。11世紀から12世紀の十字軍遠征の結果、東方からもたらされた都市の経済発展を背景としてヨーロッパで初めて大学が成立する。最初のものはボローニア、されるのそしてパリの各大学である。特にボローニアとパリのものは、その成り立ちに学生の組合、 教師の組合と特徴があり、後年の初大学の班となった。大学を言うウニウェルシタスは、組合の入れ、異教で学ぶ、者たちが、現地の市民と利害の衝突が起きないように、その権益を保障するための組合から由来したもので、ある。また階級未分別の教育もこの時代から始まる。騎士や貴族は、上格学校や宮廷学校で、その職分にふさわしい武芸や文筆、あるいは、 宮廷の式たりなどを学び、都市の庶民は都市学校で読み書きを教わり、また修道院や教会でも庶民の指定に読み書きを教える学校を併設するところも出てきた。ルネサンスとは人文主義的な文化運動で、それは一えに古代ギリシアローマの華やかな頃への憧れが背景にあった。古典に通じた文化人たちは人文主義者と呼ばれた。その中でも、 自らの教育論を語った著名なフマニストというと、北方ルネサンスの巨匠エラスムスがその筆頭に位置し、あとはイギリスでは、トーマス・モア、エディオット、フランスでは、ビュデ、ラブレー、スペイン出身のビベス、やや時代を下がると、イギリスのアスカム、フランスのモンテスキューも出てくる。またメラン・ヒトンは、ルター派の宗教改革の流れの後を受けて、学校制度の整備を行い、 ドイツの教師との継承で呼ばれた。エラスムスは、1529年の幼児教育論で、子供といえども一個の人間であり、かかる存在として扱うべしととき、中世以来続いてきた無知による、非人間的で、容赦のない教育を非難した。それは、自由人にふさわしい教育方法とは言えず、人間を奴隷化するものだとした。 人類の歴史上最初の最もはっきりとした子供の人権宣言である。またビベスは学校を初等学校とアカデミーの二つに分け、初等学校は7から15歳の子供のため全ての都市に設けられ、そこに得の高い教師が採用され、その給与は公費で賄われる、と市民革命以後の公教育制度の先駆的な提唱を行った。 またアカデミーの教育内容では、7自由学科に加えて、自然学、技術も廃止して、その発想の近代性を示した。リアリズムは、教育では、実学主義と訳される。15から17世紀のヨーロッパでは、画期的な発明発見が続いた。活版印刷、望遠鏡、顕微鏡、蒸気機関などの発明。 東方開拓による新航路の発見と新大陸の発見である。近代科学の先駆者には、地動説のコペルニクス、ピサの社頭の落下実験のガリレオ・ガリレー、ケプラーの法則のケヘプラー、後世の学問研究の方法に大きな影響を及ぼしたイギリスのフランシス・ベーコンなどがいる。リアリズムの精神運動は教育にも影響を与え、フランソワ・ラブレー、モンテーニュ、 コメニウスなどがその代表格である。ラブレイは風刺物語ガルガンチュアとパンタグリュエルの中で巨人ガルガンチュアの体験から旧兵の教育が古典の暗唱に終始し結局無気力な人間を作ってしまったことを批判むしろ人の前世を信じ日常生活から多くのことを学ぶこと明朗で規律のある生活の意味を提起した。コメニウスは スの流れを汲むボヘミア同胞教団の運動の、リーダーの一人で、三十年戦争の間に、彼は、多くの教育学の著作を表している。世界平和のために、そして彼の祖国の独立のために、古今東西のすべての正しい信仰、道徳、知識を、単一の体系にしたもの、つまり、パンソフィアを作り上げ、それを、世界中の学校で教えようとした。もし それが実現されれば、社会の対立も、人間たちの間の憎しみもなくなるだろうというわけで、ある。そのため、後世の人から彼は、人間的錬金術師と呼ばれた。近代の幕開けともなった、啓蒙主義は、文字通り、先の見えない無知もうまいな頭の中に、理性の光をという思想運動であり、それはまた何時の時代にも変わらない、教育の役割の一つでもあった。 16世紀末から18世紀にかけ、ディドロ、ボルテール、ルソーらの百科全書派は、新知識を広く、庶民にも手の届くものにする分割販売という手法を考え出し、当時の都市の生活の大敗に反発した。JJ ルソーは、自然に帰ると人間の自然本性に立ち戻る、自然主義の実験教育をエミールの中で描いて見見見せた。当時のイギリスでは、 経験哲学のジョン・ロックが、聖徳的な観念への盲信を今しめ、人の心は白い万丈のものであるとし、経験とそれについての正しい反省こそが人を育てていくと、形式等やの考え方を表明していた。また、この時代は、フランス革命後の公教育の始まり、イギリスで早くも始まった産業革命の推移の中で、子供の工場労働と、 児童福祉の考え方が芽生えた。ロバート・オーエンとニューラナークの性格形成学院や、スイスの貧民の教育者にして、強制と称されるヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチとフリードリヒ・フレーベルは、近代の教育学の一つの頂点を成している。フレーベルは、幼稚園の名の生みの親であるだけでなく、女性のための幼稚園教師養成機関も設立し、 女性教育士の中の一つの節目としての役割も果たした。以後、ヘルバルトなどを経て、ペスタロッチの足跡を更新しつつ、初等教育の方法と制度が整えられていくのである。ありがとうございます。